皆様こんにちは。ピアニストの大室明子です。本日ご紹介するピアノはこちらのニューヨークスタインウェイの O180 のピアノです。この大型のピアノはリビンググランドと呼ばれている通り、リビングに置くのに適した奥行き180センチのピアノです。そしてこの譜面台、それから足もクラシカルなデザインになっていて、とても魅力的なピアノです。どんな音がするのでしょうか。晩年はニューヨークで活躍したラフマニノフが編曲したバッハのガボットをお聴きください。こちらのピアノは1901年に作られたニューヨークスタインウェイです。音色も明るくて軽やかで、弾いていてとても気持ちが明るくなるピアノだと思いました。1901年といえばまだラフマニノフも生きていた頃で、そのようなインスピレーションもいろいろ湧いてくる素敵なピアノだと思います。ぜひご試弾にいらしてみてください。今後の動画作成の励みになりますので、皆様からのこの動画への高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。Vielen Dank. Tschüss.